日本電音株式会社とは、大阪府平方市に本社を置く音響機器、音響放送機器を製造販売する企業である音響機器メーカーの一社、特にスピーカーに強みを持つ、主にホール、鉄道駅、美術館など、公共施設の PA システムや地方自治体の行政無線システムなども手掛ける販売会社としてユニペックス株式会社を有し、 ウニ PX の商標で販売を行っている東日本旅客鉄道が1990年頃より本格的に発車メロディを導入するにあたって日本電音とは JR 東日本に駅自動放送装置の供給とセットで発車メロディの供給もいった。対別して同社オリジナルで作曲されたものの6曲と総二郎作曲のものをアレンジしたものの4曲がある。しかしは 契約上の関係で現在は発車メロディとしては使用されていないが、清流は鶴岡駅で接近メロディとして採用されている。以下は株式会社スイッチの運営する鉄道モバイルと駅メロベストセレクションに記載されている曲名と分類や使用駅を記述するが、その他にも様々な種類が使用されている場合がある。代表的な使用駅は品川駅、池袋駅、浜松町駅。 なお、スイッチの公式サイトでは言及されていないが、通常のバージョン以外にも使用されたことのあるバージョンがいくつかある。代表的な使用駅は、日暮里駅、池袋駅、大塚駅、目白駅。標準のバージョン以外にもどれもろバージョンが存在している。なお、スイッチの公式サイトでは言及されていないが、この二つのバージョン以外にも使用されたことのあるバージョンがいくつかある。 代表的な使用液は、川崎液、大森液。低温バージョンと高温バージョンが存在している。なお、スイッチの公式サイトでは言及されていないが、この二つのバージョン以外にも使用されたことのあるバージョンがいくつかある。現在はすべて使用を終了している。通常のバージョンの他に、ホイッスル入りのバージョンも存在している。なお、スイッチの公式サイトでは記述されていないがこの二つ。 以外にもバージョンがいくつか存在している。代表的な使用液は新橋駅。なお、スイッチの公式サイトでは言及されていないが、通常のバージョン以外にも使用されたことのあるバージョンがある。代表的な使用液は新橋駅。なお、スイッチの公式サイトでは言及されていないが、通常のバージョン以外にも使用されたことのあるバージョンがある。 この他にもウニ PX が作成したとされている。発車メロディーが北千住駅で使用されているが、曲名不明な上にスイッチなどのサイトや CD には記述されていないためここでは取り扱わない。駒込駅や菅も駅、池袋駅などをはじめ様々な駅で使用されていた駅メロ創成機の名曲、スイッチの公式サイトでは記述されていないが、駅によっては長さが異なっているものもあり、 一部の駅では音色が異なっているものも使用されていたが、2014年3月の高崎戸谷町駅を最後にすべて使用を終了している。雲を友としてと同様に様々な駅で使用されていた駅メロ創成機の名曲、スイッチの公式サイトでは記述されていないが、駅によっては長さが異なっているものがあったが、2014年3月以降発車メロディーとしての使用はされていない。 松戸などで使われていたが、馬橋駅を最後に2005年3月消滅。池袋駅や柏駅などで使われていたが、2005年3月消滅。西日本旅客鉄道広島支社では、JR 東日本で使用されている発車メロディを、山陽本線やクレ線の一部の駅にて、接近メロディとして使用していたが、2012年までには、すべて広島支社独自のメロディに置き換えられた。 山陽線の南岩国駅、有駅、大畑北武製駅、田伏駅、高駅、下松駅、徳山駅、新南洋駅、下関駅で下り専用として使用されていた。さらに以前は横川駅、大竹駅間の各駅でも使用されていた。春使用駅で春とセットで上り専用に使用されていた。呉レ線の多だの海駅、竹原駅、秋津駅、安浦駅、 秋川尻駅で上り専用として2007年頃まで使用されていた。クレの草原使用駅で草原とセットで下り専用に使用されていた。朝駅の峰線ホームと横川駅の壁線ホームで使用されていた。岩国駅で使用されていた。ありがとうございます。